どうも皆さん、シュノノメと申します。まずはこちらをご覧ください。スリースピアでゴドフロアと戦っていきます。まずは開幕ため R2 で2連撃からの追撃ため R2 で2連撃、合計4連撃で5874ダメージ、しておまけのガードカウンターでダウンが取れました。すかさず致命を入れて5131ダメージ。この時点でもう瀕死です。あとは適当にため R2 からの R2 でフィニッシュです。ということで今回は知られざる強武器スリースピアの紹介動画になります。戦技が残念すぎる3敗武器かと思いきや、一点物の性能を持つスリースピアの魅力を余すことなく伝えていきます。この動画を見終えた後、きっとスリースピアを使いたくなっているはずでしょう。気になる動画のコンテンツはこちら。1つ目はスリースピアの入手方法と特徴について、2つ目はスリースピア特化ビルドの捨て振りについて、3つ目はスリースピアの戦い実践編です。それでは早速やっていきましょう。まずはスリースピアの入手方法について。スリースピアはリエニエの南西にある祝福、リエニエガイドの南から、さらに南にある荷車の宝箱に入っています。結構地味な場所にあるので見逃している方が多いのではないでしょうか。続いてスリースピアの特徴を見ていきましょう。要求ステータスは筋力15、技量22、進行18で、最大強化時の補正値は筋力 D、技量 C、進行 D の銀バサ向けの大槍となっています。銀バサっていうのは技量と進行を中心に振ったビルドのことです。エルデンリングから入ったフロムゲー初心者の方は、フロムゲーにおいてアンバサビルドイコール進行ビルドと読み替えることができるというのを覚えておきましょう。はい、ここテストに出ますよ。なぜ進行のことをアンバサっていうのかって、その謎を知りたければデモンズソウルを遊んでみましょう。一発で理由がわかります。なんなら東雲の方でビルド解説や攻略解説もいろいろと動画出してるので、ぜひ見てみてください。唐突な宣伝オッということで、はい、横道にそれましたが、要するにツリースピアは技量と進行を中心に振ると火力効率がいいよってことですね。戦技は成立がセットされています。効果は30秒間スケルトン系に2倍ダメージプラス武器攻撃力 1.1 倍のエンチャントになりますが、正直この戦技終わってます。何が終わってるのかというと、ツリースピアはエンチャントが可能であること、成立の剣が成立の完全上位互換であること、この2つが理由です。まずツリースピアはデフォルトで生属性を持っていますが、他の物理単体の武器と同じようにエンチャントをすることが可能です。この戦技より優秀なエンチャントは多いので、そっちをエンチャントした方がいい場面が多いです。で、何をエンチャントするのかといえば、基本的には祈祷の成立の剣になります。成立の剣の効果は90秒間スケルトン剣に2倍ダメージと生属性のエンチャントになります。効果が成立と被っている上に、成立の剣の方が効果時間が長く火力も上昇しやすいです。しかもツリースピアは一応ジャンルはユニーク武器なので、戦技の付け替えがなんとできません。もはや完全に呪いの戦技ですよ。ツリースピアへのネガキャンはこれくらいにして、そろそろアピールポイントを話しておきましょう。ツリースピアが他の武器より優れている点が一つだけ存在しています。この1点だけで呪いの戦技のマイナスポイントを覆すことが可能です。一体それは何なのか。それはズバリため R2 になります。この武器のため R2 は2連突きの特殊モーションとなっていて、火力が高いのはもちろんのこと、強靭削りが非常に優秀です。ガードカウンターなども織り交ぜると簡単にダウンを取ることができます。進行系の武器ということで火力の高め方も簡単で、祈祷の黄金樹に誓って火を力をといった基本的なバフ、あとは先ほども話に出てきた成立の剣のエンチャントするのも良いでしょう。体力が異常に高いボスや生属性に耐性があるボスに対しては、黒炎の刃も選択肢に入ってきます。タリスマンはため攻撃の火力を上昇させる斧のタリスマン、ガードカウンターの火力を高める特剣のタリスマン、致命の威力を高める短剣のタリスマンの3つはマストで装備しておくと良いでしょう。あとは宝刀の剣のタリスマンか聖なるサソリなどを装備しておくと良いでしょう。霊薬はため攻撃を強化する大棘の割り雫と、強靭削りを強化する岩棘の割り雫がおすすめです。先ほどツリースピアは銀バサ向けの武器と話しましたが、捨て振りと実際の攻撃力の比較をしていきましょう。こちらはレベルを再現する場合に、筋力と技量と進行の合計を100になるように振った時の攻撃力の比較表になります。捨て振りの条件として、ツリースピアの要求ステータスは最低限確保する、黄金樹に誓っては使いたいので進行25は最低限確保する、この2つは前提としておきます。結果としてはやはり技量を中心に上げた時の捨て振りが一番攻撃力が高くなるので、レベルを制限する場合は技量を中心に上げておきます。
ちなみにレベル無制限の場合は892まで攻撃力が上昇します。それではステフリの方も見ていきます。まずはレベル150でとどめる場合、生命力は最低限50は必ず確保、精神力はティッシュを呼べる23に不要なら削って持久力に振りましょう。持久力はガードカウンターも狙っていく戦法上、指紋盾を装備したいので持久力は高めに40まで上げておきます。残りの筋力、技量、進行は攻撃力が最も効率的に上がる筋力15、技量60、進行25まで上げます。このくらいのステフリであれば安定感もありつつ火力も確保したステフリになっているかと思います。レベル無制限の場合は筋力、技量、進行は当然99、生命力は60、持久力は50、ここまでは最低限確保しましょう。精神力は最低40、最大60くらいをめどに上げておくと良いでしょう。ステフリはこんな感じになるかと思います。最後にツリースピアでの戦い実践編です。2つ見ていきたいと思います。まずは神肌の使徒戦。戦闘前は黄金樹に誓って火を力をでバフをかけて成立の剣でエンチャント、あとは最後に飛躍を飲む。ここまではワンセットで準備しておきましょう。あと素材に余力があれば超コンビも使うと良いと思います。今回はドスンになる代わりに圧倒的な強靭を得ることができる鉄壺の攻略をかけておきます。ため R2 主体の戦いになりますが、途中に攻撃を差し込まれても中断されにくくなるので選択肢に入ります。縦受けをしながら近づいていき、ガードカウンターを入れていきます。接敵できたらため R2 を入れていきます。途中で攻撃されましたが、鉄壺の攻略のおかげで中断されずに攻撃をすることができました。ダウンが取れたのですかさず致命を入れていきます。起き上がりにまたため R2 を入れて攻撃をいなしながら最後に一発入れたらフィニッシュです。お次は血の君主モーグ戦。今回はいつものバフセットにプラスして物理攻撃力が 1.3 倍になる強熱の攻略を使っておきます。接敵して攻撃されそうになったらガードでいなしながらため R2 を中心に攻撃していきます。ダメージを食らいながらもため R2 でダウンが取れました。すかさず致命を入れたらそろそろ2ヒルタイムに入るので飛躍を飲んでおきます。ここからは2ヒル中でも構わずひたすらため R2 で攻めていきます。ガードカウンターを入れてダウンが取れたら1回目の致命を入れてフィニッシュです。ということで隠れた強武器ツリースピアいかがだったでしょうか。呪いの戦技成立のせいで今まであまり注目されてこなかった武器ですが、戦技が死んでいることで逆に通常攻撃にスポットが当たるという稀有な武器でした。火力と強靭削りが高い武器は攻略において活躍することは間違いなしですので、興味が湧いた方はぜひこの動画を参考にツリースピアを使ってみてはいかがでしょうか。解説は以上になります。このチャンネルでは今後もエルデンリングに関する動画を上げていく予定です。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると動画制作の励みになりますのでぜひお願いします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。